こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出、サポート申し込みページです。パソコンを使って月30倍稼ぐ、まあ。パソコンを使って稼ぐ副業は、まあ、子育て中の主婦でも、忙しいサラリーマンや OL でも取り組めるので人気があります。パソコンを使って稼ぐ副業は気軽に始められることが人気がある大きな理由です。しかし、 気軽に始められる反面、気軽に辞めてしまって稼げない人が多いのも事実。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があれば理想です。しかしそんな副業は滅多にありません。この申し込みページを読んでいる新たに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業が間もなくスタートします。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。 これスタートしてるんですけどね。まだまだシステムに、まあ、不備があるというか、アメリカや日本のように出来がいいシステムになってないんでね。まあ、これが、えー、ちゃんとしてくれば、まあ、相当売れるだろうとで。逆に今、ちゃんとしてないうちでも、ね、売って儲けるには、どんなことをすればいいか。アメリカアマゾンとか、日本アマゾンでやってることを、同じアマゾンだからといってやるとね、えー、全然結果出ません。 オーストラリアは物価が高い、所得も高い、なぜかというと、規制も多いとかね、えー、人,人件費高いのは、ね、働かないせいだとか、そういうのもありますんでね、まあ、そういうところもね、対策を立てながらやっていかなきゃいけないと。まあ、ただ、そういうのを、ね、乗り越えるサポートを提供しています。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、アマゾン室ビジネスが一押しです。 安く買った商品を高く売れば儲かるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。しかも日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、日本の物価は安く、オーストラリアの物価は高いのです。日本の年収分布で,分布で一番多いのは年収200万以下です。平均所得がね、400、えー、何十万、80万だったかな。 って言いますけどね、平均所得っていうのは、ねえー、大企業のサラリーマンとか、えー、大企業の管理職とかね、お依頼さんとか、公務員とか、まあ、そういうね、えー、高級取りの人が平均を申し上げてますで。いわゆるフリーターとかね、中小企業に勤めてる人、職人とかはね、もうほとんど、ね、その平均所得以下で。しかも平均所得、えー、以下も何も、平均所得の半分以下、200万以下という人が一番多いと。 まあそういう人でも暮らせるように日本というのは物価が非常に安くなっています。一方、オーストラリアの平均所得、約712万円です。まあ、これで、ね、オーストラリアで暮らしたことない人じゃないと、このオーストラリアの平均所得の高さってのは分からないです。まあ、なんで暮らすと分かるかというと、平均所得が高いからね、あらゆる物価が高いんです。えーまあ、物価が高いと言われている国、ねえー、例えばヨーロッパとかね、 シンガポールとか、まあ、そういうところもね物価高いけど安く暮らせるね、えー、その安い、えー、シンガポールだったら屋台とかねフードコートとか、えー、ヨーロッパでもね安い食べ物とかありますけどオーストラリアはねすべてが高いフードコートでランチ食べてもね1000じゃ食えないというような場所ですでさらにもっと信じがたい事実もあります ほとんどの日本人の所得はオーストラリアのホームレス以下の所得です。シドニーのホームレスは年収400万と。運がいい日は1日で400ドル、約3万2000円。日給3万2000円ですね、えー。果たして日本で日給という形態のね、えー、働き方をしてて3万2000円稼げる人が一体どれぐらいいるんだろうかって感じですね。通常でも1万2000円。 時時給1000円でで間働いた場合と一緒ですね、まあ、日本の場合は12時間働いてもね、えー、休憩時間と前後の準備時間下手すると3時間ぐらい引かれちゃいますからね、えー、15時間働かないと12時間分の給料をもらえないとかいうこともありますけど、こシロニーのホームレスな人はもちろんね、えー、そんなに長く働いてるわけがないと。ねえー、1日の休み時間は3時間程度。ね 一日16時間も路上に座り、あ、13時間やってんのか。まあでも座って、うん。まあ別にずっと口説いてるわけじゃないし、なんか動いてるわけでもないですしね。16時間座って、まあ休み3時間って何ですかね。昼寝とか食事するんですかね。まあ、野宿で10年余りこれで暮らしてると。まあ、ショッキングな事実ですよね。で、これ、オーストラリアに、えー アマゾンでまだね、えー、そんなに制約がないんで、まあ、ぼちぼち出てきてますけど、まあ、eBay で売れてる、えー、金額です。でね、えー、もうこれ全部ダイソーの商品ですけど、えー、この11ドルって、ね、送料も出されますからね、えー、5マスリキが、えー、1600円とかね、顔、えー、パック1000円とか、ね、年度に至ってはね、何考えてんだかわかんないですけど、この4000円とかで買った人までいますね。 このように100円ショップの商品でね10倍以上で売れるっていう商品はボロボロ見つかりますただね今オーストラリアのアマゾンにカタログがあるところにただ乗っけて売れば売れるか自分でねカタログ作って売れば売れてもうかって問題が起こらないかというと、まあ、そんなに甘くはないとそこでねオーストラリアで暮らした経験とアメリカアマゾンでサポートしてきた経験を生かして え、サポートします。サポート受ければ簡単に稼げる。まあ、はっきり言ってサポート受けずにやっても、まあ、稼げないか退場ということになると思います。たまにね、自分でもできますかっていう質問をしてくる方いるんですけど、まあ、その自分でできる人はそもそも質問してこないです。自分で行動してやりますよね。で、なんかわからないことがあって質問してきてるわけなんで、 そのなんかわからないことが調べられないんだと多分自分で稼げないです。まあ、このね、えー、まあ単純な話なんですけど、まあ自力でできる人は全部自力でできると。逆に苦労も全部自分で経験で良しとするという形でね。ただそんなガッツのある人はね、多分ね、1万人に数人とか、まあその程度しかいないです。まあほとんどの人はね、初めてやることは何から手をつけたらいいのかわかんないと。 やりやすいようにやったら全然ダメだったというのが普通のパターンなんで、えー、正直悪いことは言わないんでサポートを受けた方がいいです。えー、他にもね、まあ、一応これアルコールとか輸出できませんけど、値段が高く売れてるという参考事例でウイスキーも高く売れてます。まあ、リールとかね、ゴルフバッグも高く売れてます。で、私がアマゾン輸出を教えるのに心がけてること、これは簡単なことでも教えると。ね え、先ほど言ったように自分で調べると、え、初心者の方はね、なんか自分がやりやすいのは、これがいいんだなっていう風に思っちゃうんで、え、大抵、うまくいかない方法に飛びつきます。ね。え、ま、最近で言えば何、何、お金増やすのに仮想通貨だって言ってね、ま、見事に減らしてる人がたくさんいますよね。え、そういうとかね、あと、商品探しなんかだとね、なんかツールでやれば楽なんじゃないかなと。 初心者がツールを使うと、えー、ツールを使ってね、その中で儲かる商品とダメな商品が見分けられないんで、大抵なぜか、なぜかというかね、やりやすいんで、ダメな商品ばっかり出すという形になります。そしてツールを使っててね、実際の商品を全然比べてないんで、いつまで経っても、えー、自分でパッと見たんだと売れる商品がどこかわかんないという形になります。まあ、そんなこんなでね、えー、初心者こそ、 自分で調べると力がつくどころか、えー、どんどん誤った方向に行っちゃうんでね、ほんと逆に調べずに聞いてくださいという形でサポートしてます。またそんなわけなんでね、同じことを100回聞いても OK です。まあね、厳しいサポートをしてるところだとか、場合も聞きましたねとかね、何回聞いたら、えー、覚えるんですかとか、えー、自分で調べなきゃ力つきませんとかいうのがあるそうなんですけど、まあ、全然それだとね、何のためのサポートなのと。 自分で調べろってんだったらサポート受けねえじゃんと思うんですけどね。まあそれはよそはよそう、うちはうちという形でね、私は同じことを100回聞いても OK です。まあそれから戦略づくりを重視します。ね、寝ずに手数を増やしましょうとかね、いう根性論の、ね、サポートとか、全然役に立ちません。やっぱりね、1日に使える時間とか、考えられるエネルギーとか、使えるお金は決まってるんで、 そう考えるとね、何をやめるか、何に集中するかっていうのが非常に重要です。まあ、ここをね、スカイプとかチャットワークなんかですり合わせながら儲かる方向に誘導してきます。まあ、なんでこんなね、初心者調べるなとかね、同じこと聞いても OK とか戦略作りとかという話をするかというと、私自身がインターネットを使って稼ごうとした時に、こういう初歩的なことでつまずきまくりました。 ネットショップ作ろうと思ったけど、どこのサービス使えばいいのかわかんないとかね。ホームページ作りたいけど、ドメインの取り方がわかんない。ホームページ作成の人に、えー、ドメインがわかんないですけどって言ったらね、取り方わかんないですけど、うちはドメインの取り方を教えてませんっねいや。ドメイン取れないんだと、ホームページ作ってもらっても意味ねえのになって思うんですけど、まあそういうのがね、えー、多かったです、まあ。うちはホームページ作るだけ、ドメイン取り方知りませんと。ドメインなきゃホームページね、えー 公開できないんですけどね。なんでホームページ作って、ドメインの取得サービス一緒にやらねえかなと思いました。まあ、そういうふうにね、初心者でもやりたいことに必要なことは全部教えるという形の、ね、サポートをしています。またね、ebay してみたいけどね、英語を読めなくてどうすればいいのかさっぱりわからないということもありましたね。えー 英語がダメだなというのに痛感してね、ショック療法でいきなりオーストラリアに家族で移住してね、えー、3年半住んで英語できるようになりましたけど、まあその前はひどいありさまでしたね。えー、そんなわけでね、まあ今考えると、本当初歩的な質問に答えてくれる先生がいれば、まあ、3年早く稼げたと。まあ、簡単でつまらないことにつまずいたおかげでずいぶん儲けしとこなったなと、そう感じます。 そこでネットビジネス初心者がどんな簡単な質問をしても歓迎するサポートをしようと決意しました。結局私が初心者の時にね、私が今やってるサポートを見たいサポートをしてる人がいれば使ったのにな、ってもっと早く稼げてもっといっぱい稼げたろうなというのがあるんでね、そういうパサポートをしてるってことですね。まあ、私のサポートはね、このくらい簡単にわかるでしょうということまでね、喜んでサポートします。 まあ今までに書いた2冊の本もね、輸出と輸入の本を書いてますけどね、どちらももう超初心者の対象にしてると。まあね、読んでるこっちが心配になるぐらいね、初心者の、えー、読んでるこちらが、設定してる読者のレベルが読んでるこちらが不安になるほど低く設定してあると。ね、親切なようですというありがたいレビューをいただきましたしね、えー、サポート、実際に受けていただいた、えー、マリンさんのこの、ね、実績、 ホリデーシーズン、初めて迎えたホリデーシーズンで利益70万円と。これ1ヶ月で70万だけじゃなくてね、ホリデーシーズンって、えー、ブラックフライデーは11月下旬、えー、そして、えー、クリスマスまでの1ヶ月なんですけど、まあ、実際はね、もうハロウィンぐらいだからかなりガンガン売れてきます。まあ、そんなこんなでね、えー、およそ2ヶ月で利益70万と。この方、大企業のボーナス並み、ね。 大企業を進めてたんでね、ボーナスがちょうどこんなもんだったんでしょうね。70万の利益を上げていただきました。また、アマゾン、これ、アメリカのアマゾンの場合の実績ですけど、売上で半年で5624ドル、約60万円。それから、これは1年ぐらいですね、1年やって2 7440ドル、約300万円。 この方はね、なんとスタート時点の仕入れ額は月額5万円からスタートしたと。5万円をやってテストをしてで、いけるとなったところで50万突っ込んでね、一気にガンガン増えてきました。もうすごいやっぱね、賢いやり方だなと思います。で、これはアメリカなんですけど、オーストラリアの方がアメリカよりも稼ぎやすいです。アメリカの場合ね、え m、ー、a z o n はそらすごいですけど、 アマゾンほどすごくなくてもね、えー、すごい小売店は、えー、実店舗ネット問わずいっぱいあります。でそういったライバルに、えー、打ち勝って売って儲けるというのがアメリカ市場なんでね。えー、それ考えるとオーストラリアには、えー、実店舗行けばね、えー、陳列は汚い、品切れは多い、店員はやる気ない、えー、店が閉まるのは早い。 えー、買い物しててね、不快になるような、えー、場所なんですね、オーストラリアってね。ネットショップ、ほぼ実質ないです。ねえー、注文してもね、間違えた商品平気で送ってくるとか、で間違えた商品を訂正するのにね、えー、遠くの実店舗まで行かなきゃダッチが開かないとかね、えー、多分ね、ほとんどのオーストラリアのネットショップ、ね、使った経験者はもう使わんという風になっている人が多いです。まあ、だから eBay なんかで買ってると。ただ eBay の弱点は、 ほとんどが中国人セーターなんでね中国から非常に時間かかって届くというのがありますそして中国商品ですからねやっぱりオーストラリアに売ってるようなもんで安くは買えるけどいい商品じゃない便利なもんじゃないと、まあ、日本の商品ってねオーストラリアにねほぼないんですねちょっとだけダイソーの店舗とか無印良品がねありますけど、まあ、多分それ買ったオーストラリア人はファンになってますよね ただ、残念ながら、店舗がね、あんまりないんで、そのダイソーダの無印良品なんそんなもんがあると知ってるオーストラリア人の方が多分少ないです。まあ、ですからね、まあ、そういった日本の商品、ねえー、品質が良くて安い商品を、オーストラリアのね、品質が悪くて高い商品、ね、それをライバルにして商売すると。 まあ品質が良くて安いわけですから品質が今もねオーストラリアの高い値段で売ってみたら、まあ、どうせ高いんだったらね品質いい方がいいねというのがやっぱ自然な流れなんでね、まあ、そういった形で、まあ、商品を販売していきます。